夜、腰山森林公園は、青森県東津軽郡平内町にある町営の森林公園である。2015年から園内にある一部の施設を、株式会社クリーンシステム平内が、平内町より、指定管理者の指定を受け管理運営を受任している。1963年5月20日には、昭和天皇皇后を招いて、第14回食事行事並びに、 国土緑化大会が開催された。公園内の桜並木には、大会の開催と天皇皇后による食事を記念し、天皇陛下食事祭記念碑が建てられている。約990平方メートルの敷地にビニールハウス3棟が建設され、約3000種のサボテンと約400種200パチの洋卵が栽培されている。毎年2月には、 夜、越山洋欄祭りが開催され、ゴールデンウィークには、椿とサボテン祭りが開催される。標高180メートルの山の斜面に、初級コース、中級コース、クロスカントリースキーコース、大回転コースの、計4種類のスキー専用コースがあり、リフト脇には、子供のためのソリ専用コースを設けている。夏場は、スーパースライダーや、ローラースキー場としても利用される。 元クロスカントリースキー日本代表の佐々木一世やアルペンスキー日本代表の千葉信也が練習場として使用していたことでも有名。2012年からは毎年開催されている青森ロックフェスティバルの会場としても使用され、4つの特設ステージでロックをはじめ、ヒップホップやアイドルライブ、プロレスなどのステージが開催されている。また、毎年9月の 第3日曜日には、平内町と平内町漁業共同組合が主催のホタテの祭典が開催される。約3万4000平方メートルの広大な敷地に、一区画約100平方メートルの非常にゆったりとしたサイトが人気のオートキャンプ場である。予約は不要だが、開業期間が毎年5月1日から10月31までに限られている。大浴場や、 子供用プールなどがある温泉胸と会議室やトレーニングルーム等を備えた健康胸二胸からなる平内町への温泉施設である。正式名称は平内域き,き健康館汚し山温泉。宿泊施設がないため日帰り入浴のみである。青森県東津軽郡平内町大技浜小技、堀り替え36の1。ありがとうございます。